さて、川崎にあります、スバルを主に扱いますリベラルさんに来ております。数日前に私のレヴォーグがですね入庫しまして、結構、リベラルさんのパーツをつけたり、しましたので、ぜひその商品のですね紹介を社長の青木さんにしていただきたいと思います。さてどこが変わったのでしょうか。さて、はい、青木さんに来ていただきました。はい、こんにちは。お世話になってます。こちらこそ、いつもありがとうございます。今回ですね、はい、私のレヴォーグ、はい、見た目はもともとホイール車庫帳で、はい、STI さんの、エアロ関係ですね、そうですね、入ってたんですけど、はい、ちょっとこう見えない部分でも乗り味を変えたいなと思いまして、はい、なるほど、青木さんのとこに相談に来たところ、はい、結構エンジン周りというか、そうですね、パーツ関係を、はい、提案いただいて、はい、今回変える運びとなりました、はい、ですよね。そういう流れでございます、はい、で今、実はですねこの下に純正パーツ、変えた純正パーツ、そうですね、主に変えた純正パーツのエンジンカバーですとか、エンジンカバー、これがフェンダーの、フェンダーパネルというエンジンルームの中に入っている純正の両脇の、あとでエンジンルームの中見ていただくと分かると思うんですけど、はい、両サイドについているパネルですとか、あとはやっぱりうちのメインのインテークパイプ、インテークパイプ、はい、純正はこういう形のちょっと樹脂製になってて、はい、ちょっとこう汎用になっているので、はい、そういったところもあるので、それをちゃんと新鋭のもので作った私たちのものに、なるほど、入れさせてもらって、なるほど、あとは新製品の私たちの商品でスマートフローシュラウドっていう商品なんですけど、はい、それは純正をこれなんですけど、これを外して、はい、そちらをインストールさせていただいている。なるほど。これはエアガイドの方に空気をかなりこう輸入することができるというパーツですね。はい、ここにある商品を今横にあります、はい、私のレヴォーグにつけていただきました、はい、実際に見てもらった方がいいですかね、はい、そうですね、まずはエンジンルームの方から開けます。はい、すいません、はい、すいません、じゃん、オフオフもう見た感じがまず、はい、見た感じを。やっぱり今回のコンセプトはですね。はい。井口さんもやっぱりこう、ご家族もいらっしゃるので。はい。安心して乗れるということで、あんまりこう、派手派手にしてもしょうがないかなっていうのがあるので、もともと STI のバンパーっていうのもありますから。はい。外観はそこまで見切らずに、はい。ちょっとエンジンルーム開けた時に、お、なんかちょっとやってるぞ。やってるぞと。いうような雰囲気をちょっと出してみたいなと思いました。まずこう、エンジンカバーが、はい、もうこう、見た目がもうね、全然。そうですね。やっぱり赤がいい。そうですね。はい。はい。スバルだったら本当はブルーなんですけれども、STI なんで、はい、やっぱりそういう意味からすると赤で。なるほど、はい。これはリベラさんで扱ってるんですか。はい、これはうちが US 部品、うち代理店結構やってますので、はい、これはペリンという比較的有名なアメリカの会社のカバーになります。なるほど、はい。他のメーカーからもいろいろ出てますけれども、結構今 のレヴォーグのお客様とか、はい、スポーのお客様でお好きなチューニングですね。なるほど、はい、で、はい、これはい、カーボン、そうです、これがカーボンの、フェンダーパネルですね、はい、これはなんか効果的なものはあるんですか。はい、本当はですね、フェンダーの方に、はい、ここに1個パネルが入ってるんで、なるほど、それを抜くと、それ収縮性のために入れてるらしいんですけど、はい、それを抜くと一応抜けができるので、好きな方はここのパネルを外します。なるほど。でも勝手にちょっと井口さんの車やるのいかなかった、ここからこう抜いていくと、はい、抜いていくということですね、ね、はい、あとは、はい、見た目でと、これはもう赤のパーツで、そうですね、これが先ほどの純正と比べたインテークパイプになってますね、はいはい、これは一番の僕らのやっぱりおすすめパーツでございます、はい、僕も先ほどちょろっと乗ってきたんですけど、やっぱどうしてもターボエンジンでそのターボがグッとくるまでちょっと下のこう、はい、だるさみたいなところが僕ずっと感じてて、はいはい、そこを多分このパーツつけた影響で、はい、踏んだ瞬間のプッっていう進む力がものすごい増えたなって感じが
したんですけど、それはもう高架通り。高架通りです。はい。なるほど。これを作ってる、一緒に作った工場があるんですけれども、はい、最初はあのパイプをですね、結構これもこだわっていて、はい、ただ単にここから溶接をしてですね、パイプ径を太くしたりしてたんですけど、はい、やっぱりここ絞って、なだらかにすることで全然違ったり、その、やっぱりこのアクセルフィールっていうんですかね、はい、変わったので、はい、今の井口さんの言葉非常に嬉しいです。これは僕は、はい、まずレボーグにお乗りの方は、まず一番に変えた方がいいんじゃないかなっていうパーツでした、僕の中では。はい。はい。おいくらぐらいですか？これがですね、黒の場合が5万8000円で、はい、赤が6万1000円。なるほど。でもそれぐらい乗り味の効果も十分感じました、僕は。ありがとうございます。はい。で、あとこれですかね。はい。あとはですね、これが、スマートフローシュラウドといってですね、はい。ちょっとこれから私たち動画をちゃんとしたの撮ろうと思ってるんですけど、はい。フロントから入ってくるエアーをエアガイドの方に、かなり の風をこう流入してくれるようなパーツになってまして、はい、アメリカで結構ヒットしてるし、なるほど、はいはい、でエビさんにはちょっとアメリカの動画ちょっと見ていただいて、はい、見ました、はい、実際やるぐらいこうエアが入ってくるような、はい、効果があるので、はい、まさにこれから振り出していこうという商品ですね。これ効果的には実際感じるか分かんないですけど、はい、YouTube 僕見させてもらって、はいはい、ええ変えるっしょっていうぐらい、その風の流れが違ったんで。ね、本当かってぐらい変わったんで。そうなんですよ。だからこれ、はい、結構、見えないところですけど、ね、効率が良くなるような気がします。こちら側にもですね、ちょっと見えづらいんですけど、ちゃんとガイドがついてまして、なるほど、入った風がちゃんとエアガイドの方に入っていくような、仕切り板が。なるほど。できているので。はい。なかなか、口で説明するのが難しいパーツです。そうですよね。はい。はい、あとはコード類ですかね、はいはい、あとはですね、はい、私たちのところで2つよく皆様から好評いただいている商品がありまして、はい、ちょこっとこっちに行きます。1つが、はい、ごめんなさい、これが、ハイスパークイグニッションコイル、はい、マチュアさんというメーカーから出ている、はい、ハイスパークイグニッションコイルというもので、はい、まあ点火効率をかなり良くしてあげるというような形です。なので、まあ、プラグをしっかりと燃焼させてあげて、はい。はい。出だしからスムーズにしてあげる。なるほど。で、多分踏み出しでちょっと違い感じられました。はい。それはこれの影響を。ああ、なるほど、はい。うん。なので、一応全部が連携して底上げできるようなパーツにはなってますね。なるほど。はい。これも結構効果がかなり大きい。はい。で、さらにもしかしたら、お名前ぐらいは、イビス選手も聞いたことあるかもしれないんですけど、はい、最近流行りのアイスヒューズ。はい。のちょっと気になってました。そうですよね、はい。結構レースとかでも多分使われてるものなんで、はい、それのアイスワイヤーという商品ですね。こちらのハイカネントっていうメインと、はい、それからちょっとこれ違うんですけれども、イグニッションコイルというものをつけてるので、なるほど。ちょうどハイスパークイグニッション、あ、ごめんなさい、イグニッションコイルの部分のボルトと、同時作業ができるということから、イグニッションの方のアイスワイヤーを今回つけさせていただきます。なるほど。はい、ほう。ですね。エンジン系は、はい。この辺ですかね。そうですね、はい、エンジンそのものに手を加えるってことではなく、今のやっぱりこう乗り味をもうちょっとこう気持ちよくスムーズに、はいはい、加速させてあげるような味付けがいいのかなと、はい、いうふうに思いましたね。了解です、はい、じゃあこの後は室内編に行きます、はい、そうですね、室内と、まあ、いろいろちょっとでもね加えさせていただいたので、はい。